つかないなという重たいのでかなり女性の人がやっぱり持ちづらいところがあります。そしたら例えばこの頭にこう当たってしまうとか、そういう時はこちらにこう引きます。ただこの引く時もやっぱりこの危ない棒で傾けて傾けて失礼します。料理こぼれてるよ垂れ流してる。このグラスを少し超えてこちらから出さないといけない。それでは挙式説明をお願いいたしますって言ったら一歩前に出てこういう感じで、うん、で挙式スタイルについて言う方が締まりが出ると思うよ、やっぱり、うん、こう横を通りながら案内しながらだけどその端っこを背中向いてゆっくり下がってくる。これ今しだ一回の言葉をお願いしますって言ったらこうやって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 そうっすここよくあるってほしいな。バリエーションありますで、はい、ここに高さを使ってこのメインメニューにいたしますのでしばらくお待ちください。言ったら動き出してで動き出したなと思ったらもう説明を始めるのよ。でテディベアということもあります。で指輪交換になったら襟に最初渡してグローブを取って降りて で指輪交換して終わって以上で総合ビジネス科桐生みどり先生にお願いいたします。どうぞご起立ください。プロ模擬挙式と模擬披露宴を執り行いたいと思います。新郎新婦ご入場です。Thank you.
私たちは親愛なる人々の前で商人立ち会いのもと結婚式を挙げました。これからはお互いの人格を尊重し、広く明るい健全な家庭を築いていくことを誓います。続いて指輪の交換をお願いいたします。新郎新婦の準備が整いました。扉口にご注目ください。新郎新婦入場です。すごいなんか学生がやったとは思えないようなちゃんとした式で、すごい結婚式したいなって思いました。花嫁さんのドレスが先輩たちの作ったやつだったり、先輩たちの手作り感があったのですごく感動しました。2年生でもやりたいなと思いました。本番は結構あっという間に終わってしまって、なんかちょっと寂しい気分ですかね。女の子集まって緊張したんですけど、本番は楽しくできたので良かったです。すごい大変だったんですけど、準備期間が短くて、でも楽しかったです。思い出に残りました。